このレストラン本当にすごいんです。美味しいものが食べたいと思ってもそう簡単には食べられません。1ヶ月前に予約し、ただノロノロしているとその1ヶ月でさえも予約が取れるとは限りません。まるでコンサートのチケット取りかのように難しいんです。いらっしゃいませ。皆さん見てください。この古めかしいもんから分かる通り、ちょっともうここ自体も全く今のレストランとは違いますよね。早速中に入ってみたいと思います。外から見た感じは全く普通の家と変わりはなかったんですけども、中に入ってきてまたこれがすごい不思議な感じですね。壁紙もすごいアンティークな感じで、これ普通のレストランではこんなないですよね。しかも僕今このところに昔の電話を発見したんですけども、これもう家のリビングルームそのものがここに再現されてるんじゃないかと思うぐらい、いやこういった壁紙の感じもアンティークですよね。それにここリビングルームだとしたら、ここに2つ小さい部屋があったり、間取りなんかも全く普通の家と変わりはないです。こんにちは。こんにちは。もう入ってきた途端にちょっとこんなレストランがあるんだってちょっとびっくりしちゃったんですけども。おかえりなさい。これはプレゼントです。僕今鍵をもらったんですけども、これってなんか VIP ルームとかの秘密の鍵なんでしょうか。私どもでは皆さんをお待ちしております。皆さんそれぞれ懐かしいお料理がありますよね。私どもではそれを思い出の料理の鍵として置いています。もう一つの意味として皆さんにお宅と同じような雰囲気で召し上がっていただきたいと思っています。それからお宅でのお食事も忘れませんよ。この鍵はお宅でのお食事を勧めるものです。ご自宅でも親しい方のお宅でも構いません。何かすごい初めてのものがあるっていうのを聞いたんですけども。この店のコックは全員専門ではなく退職した人たちです。今の退職者の大部分はとても健康で仕事がまだできます。また平均寿命が伸びている中、退職後の生活が長くなっています。そこでお料理とエピソードを通じた交流を考えました。すごい今日は僕も家庭の味、すごい美味しい味が食べられるというふうに期待していいんでしょうか。これではこれから料理をご紹介していただくんですけども、今日のまず1つ目の料理なんですけども、ジュリーさんにご紹介していただきましょう。今日は白菜の漬物と鴨肉のスープです。真ん中の野菜なんですけども、日本ではあんまり、見ることのない野菜なんですが、これは台湾特有のからし菜です。先ほど聞いたところによると、この肉を選ぶのもすごいこだわりがあるっていうふうに聞いたんですけども。鴨には2種類あり、1つは台湾アヒルで生姜と一緒に煮込みます。このスープにはチェリーダックを使います。お肉が美味しいんですよ。じゃあ早速料理の方お願いします。このお肉は必ず冷たいお水に入れて煮込みます。お湯を使うとお肉の生臭さが出てしまい味が悪いんです。やっぱ1匹だとすごいたくさんの。そうですね、たくさんあります、皆さんに喜んでいただくためです。では火をつけますよ。お肉の中の不純物を取り除きます。そしたら、これはもう沸くまでこのままちょっと待ってってことですよね。はい。そろそろですね。はい。大体これで、水の表面を見てもらうとわかるんですけども、結構いろんな。ほら、いっぱい浮いているでしょ。先に煮込まないとスープが美味しくないんです。ではお水を流しましょう。やはり冷たいお水で肉についたアクをこうして落とすんです。それでは次には何をされるんですか。生姜を入れます。生姜をスライスした後、お肉と一緒にお鍋に入れて煮込みます。これ生姜を入れることによって何か特別な効果はあるんですか？スープの香りが良くなるんですよ。やっぱ中華料理とか、まあ、台湾の料理でもそうですけども、結構生姜は皆さん使われます？そうですね、生姜はいろんなお料理に使います。はい、それでは、これから2品目を、ご紹介していただくんですけども、宋さん、2品目の料理、これは何という料理ですか？フェンジェンローです。この前に、もう食材が並んでるんですけども、この肉はちょっと普通のもう肉とは違った感じなんですけども、これは何かされてるんですか？豚の肩ロースです。中に甜麺醤と天中娘を入れて、さらにお醤油とお塩を少々加えました。どのぐらい漬け込むものなんですか？昨日の午後からですね。なかなか日本でこんな時間をかけて漬け込むことってそんなに、まあ、料理では少ないかと思うんですけども、結構これ今から使われて、このなんかかぼちゃとかお米とかがあるんですけど、全く奥にはどういうふうにするか見当がつかないんですけども。まずきれいに洗います。お水を切ってから火をつけます。とろ火で香りが出るまで炒めて、お米が黄色くなりかけたら OK です。でも少しずつお米にも色がついてきましたね。少し味が出てきましたね。ちょっと黄色くなってます。もう絶えずこうしてかき混ぜて焦げないようにするんです。すごい手間がかかる。20分ほど炒めれば出来上がりですよ。皆さん、これ分かりますか？先ほど中に八角と、シナモンの皮が入ったんですけども、それとお米を入れて、まあ、八角とシナモンの粉は結構細かくなってるんですけども、お米は結構粗く残ってるんですね。それはまた食感を、違う食感が出るためだっていうふうに言われたんですけども、じゃあ今からこの漬け込んだお肉をここに入れて粉をまぶしていくんですよね。ネギと生姜を取り出して一つ一つ漬けるんです。全部漬け終わったら、このお肉は硬くて蒸し上がるまで40分ほどかかります。もう OK です。じゃあ、はい、これで蒸していきます。布をかぶせると蒸気が逃げないんですよ。40分ほど蒸したらかぼちゃの上に置いて、さらに20分ほど蒸していきます。40分を楽しみにしたいと思います。はい、それでは、3つ目の料理を、ご紹介していただきたいんですけども、3つ目の料理はもう誰でも知っているという麻婆豆腐なんですけども、ちょっとね材料にあれっていうものがあるんですけども、ご紹介いただけますか？揚げパンで。何のために入れるんですか？先日ある地方の子供へのチャリティー活動を行った時、献立を考えていたらチーフがこれを加えれば味が引き立ち香りも良くなってサクサクして美味しいと言ったので加えてみたんです。結果は大成功でした。そうですと、まずこの豆腐なんですけども、これは何で先に下茹でされるんですか？それはお豆腐には大豆の匂いがあるので、まず水洗いして匂いを取るんですよ。じゃあよろしくお願いします。まずこの豚肉を少しの油で炒めていきます。水分が出てきたら香ばしくなります。先に水分を飛ばします。先ほどこの豆板醤を3種類入れたっていうふうに言われたんですけども、それはどうしてですか？それは種類によって辛すぎたり辛くなかったりするので、3種類を混ぜて味を整えるんです。水分が出てきましたね。生姜を入れて強火で炒めていきます。もう一度3種類の豆板醤を加えます。ここで豆板醤を入れる。いい香りがしてきたらお醤油を加えましょう。はい、すごい今いい匂いが。さらに炒めてお砂糖を加えましょう。ここでちょっと砂糖を入れて、はい、このだし汁を加えて、沸いたらお豆腐を入れます。5分ほど煮込んでお豆腐にしっかりとスープを染み込ませていきます。はい、はい、とろみをつけましょう。最後にこうして山椒オイルを加えたら出来上がりです。ちょっと一般家庭のガスよりもちょっと大きいので、なるべく火は中火からあんまり大きくしないようにしてください。で、それでお肉を入れていきます。これ本当にこのまま焼いていって、最後に調味味付けをするだけなので、すごい簡単なんですけども、なかなか焦げないように作るのが割と大変なので、焦がさないように作っていきたいと思います。はい、これで、だいぶもう完成に近づいてきたんですけども、ここでちょっとね、味の深みを入れるために赤ワインを入れて、これでアルコール分もちょっと飛ばせて、次の調味料を入れていきます。はい、あとはもう本当にケチャップとこのソースを入れていくだけなんですけども、これで沸騰してきたのでバターを入れて、風味をより一層高めていきます。はい、これで完成です。